これをちょっとね消毒します。消毒をします。ほら、だいぶみかんが大きくなったでしょ。ほら、虫がついてるんでね、ちょっと消毒します。無事に、まんべんなく撒くことができました、終了です。終わりました、ね。果物に撒いていい、薬剤使ってますんでね、ちょっとね今日は暑いんで、大丈夫かな、暑さが影響しなきゃいいんだけど、無事に終わりましたんでね、これでいいみかんがね、冬前にはよく色づいてくれるんじゃないかと思います。今年はね、3月ぐらいに、抗菌剤撒くのをちょっと忘れちゃったんでね、本当だったら3月ぐらいに抗菌剤撒いておけばいいんだけど、ただいつも隣にピザ窯があるんで、火を起こしたりだとか、もうその煙がね、みかんの木の方に行ったり、柚子の、後ろのこの木は柚子の木なんだけど、そちらの方に、こう煙が行ったりして、虫がつきづらい状況にはなってるんだけど、いかんせんこの暑さだったりね、その前もうだいぶ雨が降ってたりっていうことで、なかなかこう火起こしできなかったり、こうね、要は虫退治とかね、そういうのができなかったんで、今回はもう消毒したんでね、これでちょっと様子見ていきたいと思います。ご視聴ありがとうございます。どうも。